なるほど。ケーキの種類によっては緑茶も合うものですね。とても興味深いです。暖かい部屋で読書をしながら聖夜のにぎわいを聞く。このように穏やかな時を過ごせる環境そのものが何者にも代えがたい贈り物だと思うのです。数々の戦いで得た経験が銀の軍師と呼ばれる今の私を作り上げました。日中月照、これからも初心を忘れることなく日々精進していきたいですね。Bさん、さっき郵便屋さんから菊宇田宛てにこの小包を受け取ったんです。でも配達を待ってる人って今団の中にはいなかったような。あなたは聞いてませんか？もうオイラたちも特には聞いてないと思うぜな。手紙とかならまだしも、荷物が突然来るのって珍しいよな。ルリアが変に思うってことはよろずやからの荷物でもないんだろう？はい、実は差出人の名前が書いてないんです。郵便屋さんも中身が危ないものかは確認してくれましたけど、相手の名前は知らないみたいで。ますます怪しいぜ。というかそもそも誰宛ての荷物なんだ？確か銀の軍師ってメガネの兄ちゃんのあだ名だったよな。じゃあアルタイルさんが軍師さんとして働いていた時のお友達とかでしょうか？友達からのちょっと早い聖夜のプレゼントってことか？にしたって怪しいけどよ。確かアルタイルさんは今日お部屋でのんびりするって言ってました。この荷物を待ってるかもしれませんし、すぐに届けに行きましょう。アルタイルさん、いますか？おや、皆さんお揃いで。私に何かご用ですか？メガネの兄ちゃんに届け物だぜ。なんか心当たりあるか？妙ですね。書物も茶葉も最近注文した覚えはありませんが。でもよ、銀の軍師ってメガネの兄ちゃんのことだろう。ここに書いてあるぜ。ええ、しかしその通りなでわざわざ送ってくるのも不自然な話ではあります。かつて戦った相手、禍根を残した覚えはないとは立場上断言できませんが。魔術や火薬などが仕掛けられている気配はなし、封も必要以上に厳重であるということはない。それほど重いわけでもなく、箱を振った時の柔らかい音、中身は布製のものでしょうか？アルタイルさん、どうするんですか？そうですね。せっかくの贈り物です。どうやら危険でもないようですし、開けてしまいましょうか。
これは軍服？いえ、前線に出る者としてはいささか派手な色ですね。おそらく高い身分の将のもの、あるいは式典用の礼装でしょうか。確かに随分立派な。で、おい、なんか一緒に手紙が出てきたぜ。これはかつて軍師のために仕立てられた礼装です。聖夜の奇跡の立役者であるあなたに身につけてもらいたく送らせていただきました。どうぞお受け取りください。手紙はこれだけですね。それだけですか？誰からとかそういうのは。どうやら書いていないようです。しかし聖夜の奇跡ですか。なんとも懐かしい響きですね。団長殿、どうやらこの服は確かに私が受け取るべきものであるようです。せっかくですから着てみようと思うのですが。あなたならそうおっしゃると思っていました。では少し待っていてくださいね。着替えてまいりますから。お待たせいたしました。いかがでしょうか、団長殿。うん、確かに背筋が伸びるような意識が芽生えますね。この重厚な仕立てや装飾が自らにふさわしい人間であれと鼓舞しているのでしょうか。アルタイルさん、似合ってます。聖夜も近いからちょっとだけサンタさんみたいにも見えますね。なあ、聖夜の宴の時はその服で参加するのもいいんじゃねえか。そうですね。確かにパーティーの場にもふさわしい装いでしょう。しかし私が聖夜の奇跡に関わっていることを知っているのはやはりあの方しか。では今この服が送られてきた理由は。アルタイルさん、聖夜のことについて相談しに来たんですけど。おや、失礼。そういえばそのようなお約束をしていましたね。今参りますから少しお待ちください。いえ、少々確認することがあって昔の日記を読み返していただけです。目的は大体果たしましたから、どうぞお気になさらず。団長殿、つい先日届いた小包のことを覚えているでしょうか。ええ、さすがは団長殿。すぐに出てくるということはもしや気にされていましたか。あの手紙に書かれていた聖夜の奇跡とは数年前のとある戦いにまつわる故障。私はその戦いに軍師として参加していたのですよ。
そういえば、アルタイルさんは何か心当たりがありそうな感じでしたよね。聖夜の奇跡って名前はすげえ立派な感じだけどよ、結局どんな戦いだったんだ？そうですね。ええ、団長殿たちなら構わないでしょう。ではしばしの間、私の思い出話にお付き合いいただきましょうか。突然の宣戦布告からそろそろ10日、考えるほどに妙ですね。あちらから攻めてきたというのに、敵軍の兵力はこちらより少ない。決して有利な戦ではないはず。スフィリアが戦力差を押してでも征伐しなければと思われるほど恨まれているとは考えづらいですし、一体この侵略戦争の目的は何なのでしょう。アルタイル様、報告をさせていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。敵軍に動きはありますか。いえ、敵軍は南方の山頂に陣取ったまま動く様子がありません。兵士たちは疲弊している様子で、我が軍が有利なことには違いないと思われますが。撤退する様子もなければ、戦況を焦って突撃してくる様子もない。相手方の軍師は歴戦の猛者だと思いますが、撤退にせよ進軍にせよ、動く気配が全くないのは妙ですね。いかがいたしましょうか。全軍での突撃を行えば攻め落とせないことは。荒涼には向かうことなかれ。あちらが備えている以上、不用意な進軍は避けましょう。こちらはあくまであちらの動きを待たなくては。なるほど。私と二人きりでの話し合いを望んでいるというのですか。にわかには信じがたい。補欠にいらずんば孤児を得ずとはいえ、自ら罠にかかるわけにはいきません。あちらとしても私が簡単に誘いに乗るとは思ってはいないでしょうが。敵軍の布陣はどうなっていますか。司令官不在の我が軍を襲うため部隊を分けた可能性も。それが敵軍は山頂からすでに撤退しているようなのです。山頂を退いた。軍隊はすでに下山、山向こうの麓に一同布陣しているようです。そして山頂に放棄された小屋には軍師一人が残っていると。なるほど。戦略的優位な土地を退き、あちらも司令官が不在になる。それがあちらの誠意だ。そういうことでしょうね。アルタイル様、まさか。自分の不利を何よりも避けるべき軍師が、その責務に背いてまで通したい策がある。愚策にしろ妙策にしろ、非常に興味深い。誘いに乗り話をするだけの価値があります。念のため麓に山中の行軍に慣れた者たちを選んで布陣してください。何か返事があったら上空に赤い光弾を放ちます。その合図で攻め込むように。
ご足労いただき感謝する。貴殿が銀の軍師か。貴殿の八面六臂の活躍は我が軍まで轟いている。本日は突然の招待にもかかわらずご足労をいただいたこと、心より御礼申し上げる。こちらこそ、あなたの誠意に敬意を。まさか山頂の軍を撤退させるなど、さすがに意表をつかれましたよ。我が軍の兵たちにも散々正気かと問われたわ。しかし貴殿を招くためにはそれくらいの誠意が必要だろうと考えたのみよ。さて、我々には時間がない。本題に移らせていただこう。単刀直入に言おう。損害を出さず我が軍を敗北させるため、貴殿の知恵を貸してほしい。何ですって？自軍を負けさせてほしいとは、軍師の口から出るセリフとは思えません。理由をお聞きしても。無論だ。しかしまず貴殿に問う。そちらの国では我が国の情勢をどこまで把握している？ここ数年突如他国への侵略に乗り出したということは聞き及んでおります。スフィリアと帰国も、もともと刃を交えるような間柄ではなかったはず。それが何故ということは、我が国の者たちもいぶかしんでおりました。それらは全て我が国の王の御心によるものだ。王は近年己の老いを憂えている。いや、正確には遅くに生まれて未だ幼い王子を案じているのだ。もし今自分が亡くなり息子が王として即位したのなら、他国や国内の反乱分子に狙われる。それを防ぐために少しでも国力を高めなくてはと、勝てるはずもない無謀な戦を繰り返しているのだ。それは。しかし帰国が敗戦を繰り返し領地を失っているという話は聞きませんが。今まではなんとか負けと断じられる状況だけは避けようと兵たちもわしも尽力してきた。おかげで我が国の領地が脅かされるような事態には未だ至っていない。しかし軍にはもう限界が来ている。このまま戦い続けていれば我が軍は多くの犠牲を出すことになるだろう。なるほど。それで犠牲が出る前に敗北させてほしいと。いえ、それでも理屈は通りませんね。それならば危険を冒して私に会うより王を説得すれば済む話です。それとも帰国の王は戦の趨勢すら見極められぬほどの暗君なのですか？我が王は決して暴君でも暗君でもない。長く国を平和に保ったお方だ。しかしこれはわしの責任でもあるのだが、王は今までの戦で負けてはいない。
負けて損害をかぶらないのであれば戦いをやめる理由はない。それが王の考えだ。無論我が軍が帰国によって致命的な損害を与えられれば王も考え直すだろう。しかしこのような意味のない戦で兵たちの命を無駄に散らしたくはない。早く戦から彼らを解放し、今年こそは聖夜を家族と共に過ごさせてやりたいのだ。それゆえに私と共謀し兵たちを傷つけぬまま大敗する策を練りたいと。そうだ、これは貴殿の協力がなければなし得ぬ策。協力してはくれぬか、銀の軍師よ。軍師たる者が自国の負けを前提とした策を講じようとするとは驚きです。しかも敵軍と内通している。本来ならば反逆罪を問われて当然の行いです。それほどまでにあなたの覚悟は固いのですね。たとえ反逆の罪を問われようと、兵たちをいたずらに傷つけないのが軍師としての責務だ。それにわしは負け戦と分かりきった戦いを止められなかった。ならばせめて負け方を考える責務がわしにはあるはずだ。なんという強い意志だろうか。国のこと、民のことを考えたとき、負けるという判断をできるのが軍師としての責務か。まだまだ己が未熟だと思い知らされますね。承知いたしました。銀の軍師の名に恥じぬ策を献じてみせましょう。申し分ない。これならば我が軍の兵たちは無事に帰還することができる。早速明朝兵たちに布陣と作戦のことを伝えよう。ああ、その前に一つ、この作戦に際してお願いしたいことがあるのですが。構わん、必要ならばわしの命までも捧げよう。いえ、もっと容易なことです。銀の軍師は姿を見せなかったと貴殿の兵たちに伝えてください。私たちは今日ここで会うことはなく、故に何も企んではいない。これから起こる全ては偶然である。そういうことにいたしましょう。ほう、なぜだ。わしはともかくこの作戦は貴殿の功となるものだと思うが。いくらこの作戦の結果が上々に終わっても、敵と内通した軍師は処刑を免れないでしょう。しかし偶然が重なり、運が敵に味方したがゆえの敗北ならば、名誉は傷つけど命は助かる可能性が高い。この老いぼれの死をもって王が考えを改めてくれるならば、それも良いと思っていたが。あなたの考えは高潔です。しかしあなたもまた失われるべきではない将であると私は思っています。ならば正しく誰の命も失わぬ策を練ることが軍師の責任だとは思いませんか。アルカル様、石膏より報告です。
麓の敵軍に動きでもありましたか？いえ、どうやら我らの進路の先に敵国の本陣がある模様。王らしき姿も確認されています。手勢は少なく、今攻めれば苦戦はしないと思われますが、いかがいたしますか？手はず通りですね。なんだ、敵軍の背後を狙うつもりが、まさか本陣に肉薄してしまうとは。しかし、これは願ってもない好機。逃すわけにはいきませんね。魔術師部隊に伝令を。本陣に向かって一斉に砲弾を放ってください。ただし、威嚇射撃にとどめるように。甚大な被害を出して相手の復讐心を煽ってはいけません。あくまでこちらの戦力を見せつけ、相手の士気を削ぐことのみに努めるのです。はっ、承知いたしました。何が起こった？報告せよ。そうか、敵軍が我が軍の背後を取るため進軍し、偶然王の婦人場所近くに進軍。敵軍の息健康な様子に王は撤退と和平の締結を決心されたと。では我々も撤退するほかあるまい。わしの不甲斐なさは王城で直接王に詫びるとしよう。感謝する銀の軍師。いや、アルタイル殿。その後、スフィリアには相手国の王の使者から正式に和平の申し入れが届きました。そして聖夜の日に、スフィリアは相手国との間に和平を結んだのです。この戦は両陣ともに損害を出すことなく和平が結ばれた奇跡的な戦いと、スフィリアの軍事史に刻まれ、聖夜の奇跡と双方の国で呼称されるようになったのですよ。すごいです。アルタイルさんと軍師さんで戦いを終わらせたんですね。ええ、もっとも私が作戦に関わっていたことはあの軍師以外知りません。あれはあくまで奇跡、双方の行き違いが生んだ偶然ということになっています。だからこそあの手紙を書ける人間は限られているはず。つまりその服をアルタイルさんに送ったのは軍師さんなんですね。ん？でもよ、それってもう何年も前の話なんだろう。なんでそのじいちゃんは今さらメガネの兄ちゃんに服なんか送ってくるんだ？そうですね、何年もかかってようやくこの服ができたとか？もっともな疑問です。実はそれも私はすでに予想ができているのですよ。実は先ほど確認していたのは日記に書き留めていたスフィリア周辺の地図なのです。そして今からその地図に載っていた場所へ行こうと思っているのですが、よろしければ団長殿たちもご一緒にいかがですか？ここら辺にその送り主が住んでんのか？ええ、この国は先ほどお話しした老軍師が仕えていた国です。町の様子を見る限り戦を続けているわけではなさそうですね。きっとあの戦いの後、王は無謀な戦をやめる決心をしたのでしょう。
失礼。どなたかいらっしゃいますか？はい、どちら様でしょうか？あ、その衣装は。では、あなたが祖父の言っていた。お察しの通り。私が銀の軍師と呼ばれる者。名をアルタイルと申します。なるほど。お孫さんでしたか。そして、これはあなたが送ってきたものですね。あなたの祖父、この国の元軍師殿は、すでに亡くなられたのでしょう。さすがは銀の軍師様、すべてお見通していらっしゃったのですね。立ち話もなんですし、中へどうぞお上がりください。お会いできて光栄です、アルタイル殿。あなたと共に成した聖夜の奇跡のことは、繰り返し祖父から聞いておりました。あの方は、あなたたち家族にだけ真実を話していたのですね。ええ、もっとも、戦いが終わってから随分経った後ですが。なるほど。今、この国の状況はどうなっているのです？平和そうではありますが。あの戦いの後、王は勢力拡大をやめて内政を重視するようになり、有能な臣下たちを次々と取り立て、その進言をよく聞きました。現在はその臣下たちが相談役となり、年若き王子を補佐しています。外に力を求めるのではなく、中の力を十分に使うようになったのですね。あの戦いの際は危ぶみましたが、帰国の王は十二分に謙君であったようです。あの軍師さんは王様に捕まったりしなかったんですよね？ええ、しかし祖父は対外的な責任を取るために軍を辞しました。あれは記録上は我が国の軍師が敵の進軍を感知できなかったとされていますからね。しかし町の人々はむしろ家族が無事に帰ってきたと軍師殿に感謝した。赤い礼服はその感謝の品として軍師殿に贈られたものではありませんか？この国では赤は英雄を象徴する色。兵士の家族たちにとって祖父は英雄でした。しかし祖父は私たち家族には繰り返し、聖夜の奇跡の英雄はわしではなくアルタイル殿だと言い続けました。兵士たちを無事に帰還させる方法を敵将であるはずの自分と真剣に考えてくれたこと、それから戦後スフィリアの王へ和平条件の緩和をも進言してくれたということも、この礼服はアルタイル殿にふさわしい。これが祖父の残した言葉でした。だからアルタイルさんにこの服を届けたんですね。名前も書いてね、すっげえ怪しい荷物だから迷ったけど、ちゃんと届けて正解だったな。申し訳ございません。一応元敵将の名ではありますから、各党を警戒されてしまうかと。アルタイル殿、そちらの都合も考慮せず、ぶしつけなことをしたとは思っております。ですが改めてお願いいたします。亡き祖父からの贈り物、ぜひ受け取ってくださいませんか？もちろん、慎んでお受け取りいたします。でなければ、こうしてお話を伺いに来たりはしませんよ。ここに来たのも差出人を確かめるためでもありますが、一番は感謝を述べるためですから。感謝ですか？ええ、私はあの軍師殿から軍師として最も大切な覚悟を学ばせていただきました。
民と兵を守り、王を正すためなら自らの名誉も命さえも投げ出す覚悟ができる。彼は私を英雄と呼んだようですが、彼は間違いなく英雄の精神を持った軍師だったと思いますよ。ありがとうございます。祖父もきっとアルタイル殿の言葉を聞いて喜んでいることでしょう。おや、団長殿。そういえば、今日のお礼をまだ言っていませんでしたね。私の個人的な移動に船を動かしてくださり、ありがとうございました。ええ、そうですね。御子自身、我が人生の旅路を振り返るいい機会でした。私は彼との語らいで改めて軍師という立場の責任の重さを知った。そしてより一層己の知識と経験を蓄えねばと決心しました。その頃の奮い立つような気持ちをこの服は思い起こさせてくれますね。団長殿、今再び約束させてください。あなたが私を必要とするなら全身全霊をもって答えると。そしていずれはあなたたちと共に星の島へとたどり着くということも。ええ、それも十二分に承知しています。例えばあなたは私に聖夜の宴の指揮という重大な役目を任せてくれていますからね。では始めましょうか。団長殿、料理の提供から宴の余興まで万事が完璧で奇跡的な聖夜の宴へ導いてみせましょう。